中地雄一は、地方競馬の川崎競馬場、吉橋純一旧社所属の元騎手。勝負服の柄は、銅紫、鉱山型一文字、袖桃。神奈川県出身。身長166.6センチメートル、体重46.3キログラム、血液型 B 型。地方競馬教養センター騎手家庭第79期生。 ジップ中地ケ雄は、川崎競馬の元騎手、現級務員。親子で同じ馬の仕上げに関わったこともある。2004年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、足立勝久久,久社からデビュー。同年4月26日、川崎競馬第3競争の3歳7組条件戦、山野ロビンスターでレース初騎乗。2005年10月1日付で、 足立チカツヒサ社から長谷川サブロー社に所属が変更された。2006年5月15日の調教中に膝元を骨折する怪我を負い、全治2ヶ月と診断されたが、その後の検査で完治まで時間がかかることが分かり、結局16ヶ月休養することとなった。2007年8月30日、川崎競馬第10競争、競泳イーグルで起乗を再開した。 2007年11月19日、浦和競馬第7競争で3番人気、声優桜に起場し、優勝、デビュー120戦目にして初勝利を挙げた。長谷川調教師の死去に伴い、2010年1月25日付で、田村洋潮級者へ所属が変更され、さらに3月1日付で、鈴木都一級者に所属が変更された。 同年10月4日から12月31日までの予定で、高知競馬場で期間限定起場を行ったが、期間を延長し、翌2011年1月4日まで起場した。高知競馬での所属は、田中守九社。2011年3月11日、鈴木敏一長教師の死去に伴い、同年3月14日付で、内田勝義九社へ、暫定的な所属変更。 その後、同年7月9日付で、吉橋純一9社に所属が変更された。2012年4月の川崎開催を最後に引退。地方競馬通算成績は355戦4勝2着18回3着21、勝率1.1%、連帯率6.2%。 高知競馬場で2度にわたり期間限定騎場を行っている。高知競馬での所属は田中守久社。ありがとうございます。